スコット・フジタは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ベンチュラ出身の、アメリカンフットボール選手。ポジションはラインバッカー。白人だが、生後6週間で間もなく、日系3世のロドニー・フジタ、妻のヘレンに養子として引き取られたため、生は、日本風のものになっている。家では日本語、日本食で育てられ、日本の正月や子供の日に恋のぼりを掲げるといった。 習慣で育った。彼は食事を箸で食べる。彼の祖父母は盆栽を育てており、彼自身は自分を日本文化の中で育ったと認識している。スコットは自分の家族が日系人であることから学校でひどくからかわれたことについて非常に苛立っていた。カリフォルニア州オックスナードのリオメサ高校を卒業後、カリフォルニア大学バークレー校に進学した。 大学時代キャリアに関わるほどの警部の手術から復帰した。政治学を専攻した彼はパシフィックテン・カンファレンスのオールアカデミックチームに選ばれるほど学業で優秀な成績を収め、教育学の修士も取得した。また、ラインバッカーとして4年間で39試合に出場124タックル7サックを挙げた。2002年の NFL ドラフト5巡目で、 カンザスシティチーフスに指名されて入団した。チーフスでは2003年、2004年とチームトップのタックルを記録していたが2005年開幕前にドラフト6巡目指名権及び2007年のドラフト指名権と引き換えにダラスカウボーイズにトレードされた。2006年3月13日、ニューオーリンズ・セインツと契約した。チームは前年ハリケーン・カトリーナによる被害で地元、 ニューオーリンズを離れていた。この年のアトランタファルコンズとのマンデーナイトフットボールの際、チームメイトのマイク・マッケンジーは藤田をアジアンアサシンと紹介した。ビ b サックした時に対局図のポーズを取ることで知られている。2007年1月13日のディビジョナルプレイオフフ、ィラデルフィア・イーグルス戦の第4級の活躍はチームに勝利をもたらした。2007年に セインツのディフェンスキャプテンとなった。2008年の第1週タンパベイバッカニアーズ戦では試合終盤にジェフ・ガルシアのパスをインターセプトし勝利を決定づけた。セインツの一員として第44回スーパーボールで優勝した後フリーエージェントとなりクリーブランド・ブラウンズと3年間で1400万ドルの契約を結んだ。2010年シーズンは チーム2位のタックルを上げていたが11月膝の故障で離脱して9試合で56タックル3.5サックの成績であった。2011年11月には不審にあえぐペイトンヒリスを他の7人のベテラン選手と共にミーティングルームに呼び出し話し合いを行った。11月27日のシンシナティベンガルズ戦で右手を骨折、手術を受けることとなった。 2013年4月22日、フルス・セインツと1日限りの契約を結び、現役引退を発表をした。ラインバッカーとしては、大型のサイズであり、セインツ時代は4から3ディフェンスにおける、ストロングサイドのアウトサイドラインバッカーを務め、ディフェンスのシグナルを出していた。2009年11月、ボルチモア・レイブンズのブレンドン・アイオンバーデージョと共に、同性婚を支援することを公表している。 ありがとうございます。